日本群馬県前橋市花毛国町花毛国町は群馬県前橋市の地名。旧宮城村時代は住所で、瀬田郡宮城村大技花毛石の大技の次に来る地名。面積は5.33平方キロメートル。郵便番号は 371-0244? 町名はなく住所の後と番号が振られる。また、旧宮城村時代の大技時代の花毛石や7。 仮村合併前の花毛石村についても記述する。赤木山の南麓、荒戸川の小泉城地上に位置しており、緑豊かな土地が多い。旧宮城地区の中で、前橋市役所宮城市所や、小中学校があり、行政や教育において、中心的な町である。戦国時代頃から、ある地名である。江戸時代に入ると、黄金藩領になり、天南2年に、前橋藩領。 明和6年に幕府領、慶応4年に再び前橋半領となる。美国町内にある B 氏が由来とされている。また、前橋氏合併前には花が石や B 氏表記することもあったが、合併後統一して花毛石と表記されるようになった。上記の花が石から合併後に花毛石となった説の他には B 氏に草が生えており、それが花毛に見えたからという説もある。 2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。近隣のモテギ町に高下電気鉄道高下線大御駅があるが、町内には鉄道駅がない。過去に3路線あったが、赤木タクシーが運行を行っているデマンドバス方式のふるさとバスがある。 国道が北部に国道353号があり、県道は群馬県道101号4津塚原の号前橋線や群馬県道114号内が島、飯戸井線、群馬県道333号上乾梅王子線、群馬県道16号王子赤城線が主な道路である。重要文化財自主避難所が1カ所、一次避難所が1カ所、二次避難所が2カ所、ある。 また、二次避難所は、近隣の町も避難対象区域となっている。ありがとうございます。